こんにちは。今回は車の中でのねゲーム感覚についてねお話ししようと思います。で、以前ですね、車の中で、車走ってる時にゾロ目の数字をね見たらいい兆候だと、いいシンクロだっていうことをねお伝えしたと思うんですけれども、それと同じようなちょっと遊び感覚で僕はやってることでね、大したこれは参考になるかどうかわからないですけれども、車で走ってると、新幹線にちょうど出くわすことってあるんですね。で、新幹線っていうのは、高架のこう下をね車ちょうど通るときとか、こう高架に向かっていくときに新幹線がビューンと来るときってあるんですよ。で、その時はこれは僕もね、車のゾロ目と同じでいい兆候だというふうに受け止めています。で、なぜかっていうと、これは新幹線なんかね、誰かからですね縁起がいいと、新幹線をちょうど通るとこ見たら縁起がいいというのを聞いて、で考えてみたら、新幹線っていうのは進化線ですよね。で、運は無音ですから、これはないということで、これはなしにするとの、飛ばすと進化線ですよね。だから進化なんですね。進化の線、進化成長するの進化なんですよ。ですから新幹線を見るということは進化に、あなたが見たということで、あ、これは進化の時だと、自分はよりレベルアップするんだというね、兆しなんですね、っていうふうに僕は勝手に受け止めてるんですけど、そういうで結構ね、新幹線通るときってよく見るんですよ。よしって、その時に自分に潜在意識に気合を入れる、あ、これはいいな、いい情報だなと、よし、自分は進化してるぞというふうに、そういう遊び感覚ですよね、でやってやると面白いんじゃないかなと思います。で、新幹線っていうのは、さらにね走ってると新幹線片方から、ね、来ますよね。で、もう片方から、ね、来て、ちょうどですね、両方から来るのを見れる時ってあるんですね。で、これはもうかなりすごい兆しで、いいことが起こる前兆と、ね、捉えてみてください。非常に面白いと思います。で、実際に新幹線っていうのは、前どっかの音声で話したんですけども、こだま、光、のぞみとかね、そういう風に変わってきてるわけですよね。で、こだまっていうのは音速のスピードですよね。で、それより速いのが光っていうことで、光のスピードで、光のスピードがこの宇宙では一番速いって言われてるんですけれども、それを超える速さのものはのぞみということで、のぞみっていうのは意識、思い、思いの方が実は速いんですね、光よりも。ですから自分、人間の意識とか思いっていうのは一瞬でもう光の速さよりもあっという間に届くということですので、のぞみの新幹線が出てきた。で、これは非常に面白い流れですよね。その先はあるのかっていうとね、ちょっとわからないんですけども、そういう意味でも新幹線っていうのはその進化と関わってるんじゃないかなということを個人的に思っています。ですので、ぜひ新幹線を見たらラッキーとね、シンクロ、いいシンクロだということで喜んでいただいたらいかがでしょうか。以上です。ありがとうございます。